<タッ>ティマキマキ。すいません、はめまして。はい。はめまして、えっと。すいません、あの、相談があるんですけど。はいはい、なんでしょうか。 <え>あちょ,ちょっと待ってくださいね、えっと、ボリューム大丈夫ですか僕ととツしゃさんのボ,ボリュームのバランスは<あ>大丈夫そう、えっすかねイヤホンじゃないほうがいいんですかねこれあいやイヤホンで助かりますえなんかあの僕のところなんか<え>あの音がなんかどっちが大きい小さいとかってたまにあるんでああ大丈夫そうっすえっとあ大丈夫ですかね、はい、すいませんすいませんお待たせしましたはい何でしょうえ,えっとですねはいえっと簡単にまず言いますとはい えっと、離婚した旦那の方がちょっと音信不通だったんですけど3か月前に家庭裁判所から通知が来て裁判を起こされたんですね。誰があなたが私がですね。はい、提起されたと。はい、であのそれであの、ええ、内容がその、はい、養育費の免,免除というか、はあ、あの免除みたいな感じ。 な話なんですけど、はい、えっと3年ぐらい前に離婚をして、はいえっと、全然連絡が取れない状態で、はい、私とは、うん、それであの、はい、多分女性がいるんであろうなっていう想像はしてたんですけど、はい、あの全然状況がわからない状態のまま3年が過ぎまして養育費は、はいえっと、くれてたんですね毎月はいはいはいえちなみにおいくらぐらいですかでそれ えっと、3人私子供がいるんですけど10万ですかね1か月10万もらってて、えーえー、それでその今年の8月か9月ぐらいに、はい、あの裁判所から連絡が来て、はいえっと、自己破産を相手がするらしく、はい、あの養育費の,面あの減額の裁判を起こされたんですけど。はい それであの、1回目の裁判に行ったら新しい家庭があるらしく向こうの方に子供が2人いるということで生活が苦しいのでという感じだったんですね。でも、それって言うたら、 その10万養育費があるのに分かってて、2人ぼこぼこ産んだ、ね仲出ししたやつが悪くないっていう話だし、私もその時初めて子供が2人いるのを知って、それであの今までちょっと音信不通というか、子供には LINE はしてたらしいんですけど、はいはい、私とは連絡を取れない状態とか、会えない状態で。はい それで、ちゃんとした話し合いもできないまま、ええ、あの離婚届を旦那のお母さんの方に預けて、はい、あのや,やり取りしたみたいな感じのままの3年、はい、経過だったんです、ね、はい,はいはい。それでまともな話をないまま今までいて、はいはい、それでやっぱ子供の方がちょっとかわいそうだったので、うん、一応、うん、あの誕生日とかクリスマスにはちょっとうちの旦那とやり取りしてる設定で、はい、あパパから預かったって。 っていう感じでプレゼントを渡してたりする。ちょっとグレーの状態の3年間だったんですけど、それを今回裁判を起こされて、はい、あの子供が2人いるという情報が出て、はい、で減額しないんだったら子供を全員渡せと。言われたんですね。はい、で、あの多分減額を承諾しなかったら、うん、あの。 私の多分弱みが子供だったので、はい、3人こっちに連れてこいというくだりだと思うんですけど、はい、あのもう減額を認めるしかないのかなと思いまして、えっと、説明が下手で。ちなみに今、えっと、裁判、えっと、1回目のあ,のあれがあったってことは、えっと、あなたの側も弁護士を立ててるんですよね、はい いや、最初、裁判を起こすっていうのをショートメールで来て、旦那の方から、家庭裁判所から通知が来る前に、そうか、家庭裁判所か。という、そうなんですあだから、それ、突っぱねりゃいいんじゃないですか、家庭火災ってことは。突っぱねれば、要は民事裁判になるんで、そういうわけにはならないのか、そんなことにはならないか。 あの一応その裁判を起こすって言われた時に、ええ、家庭裁判だと思わなかったので、はい、一応弁護士さんの方を探して、はい、なんかあのあの養育費のお金から、はい、あの弁護士料を何パーか取るだけなので、はい、私の手出しがいらないという弁護士さんがいらっしゃってそこにお願いをしたんですけど、はい、その後に家庭裁判所からの通知が来て。はい あの弁護士さんの方に家庭裁判所からの通知が来たんですけどって言ったら、あ,、はいはい、あじゃあまず家庭裁判所でジャッジを決めた、うん、ちゃんとした結論を出してから、もし養育費払われなくなったら私たちに電話くださいと言われたんですよ。そうですね。だから<あ>えっと飲む必要がないですね。はい、その条件を。はい。で飲む必要なくてえっ、ー、と、はい、うんまあ要は うん家庭裁判所、え要は調停っていう状態ってことですよね、要は、お互いに話し合いをするのに。いはいちょ私もちょっと初めてで、ちょっとわからないんですけど、調停は話がつかなかったらって言ってた気がするんですけど、私も1回目が11月にあったので、はいはい、あのー、ちょっと。 あのその今が調停じゃないと思うんです、うん、普通の部屋でしゃって、うん、であの一応あの私今仕事を自分でしてるんですけど自分の確定申告書とコロナの関係の支援金が出たじゃないですかあれの,あの証明書みたいな、うん、いくら出たかみたいな証明書を提出するみたいな感じで提出をして。相手のそのそ 医師の金額と相手の生活状況の説明を受けてみたいな感じ、はい、ではい、はい、それでなんかあの,あのそしたらもうそれじゃあ私は納得いかいきませんと、うん、2>, 2万円で子供もほったらかしの状態で2万円に減額するってことですか減額って言われたんですね2万円まで、はい、10万からはいちなみにご本人は今おいくらぐらい月大体どのぐらいアベレージで 稼いでらっしゃるんですか。私ですか。はいはいはい。え、私私がえっとちょっと今コロナの関係で悪化してしまったので、今だと多分えっと一ヶ月三十ぐらいなんです。三十でも週あの差し引きなしの三十なんで。ああなるほどね。差しあの経費とか引いたら、うん要は原価が引かない状態ってことですね。そうですね。で原価がどのぐらいかかるんですか。お仕事的に。 えーと、今バイトの子とかいたりするのでちょっと今は多分プラマイゼロぐら,いぐらいはなくなると思います。プラマイゼロの時もあるバイトはなきゃきついってことですもんね多分ねえーっと、うん、バイトそうですバイト側にいなかったんですけどあの、帳尻合わせるとバイトの子が飲んでくれたり、はい、あのするとまあ そんなに変わらないんだったらおった方がお客様もいいなってぐらいの程度の蔵前しかないのであなあじゃあ、えー、とてじこえってことです、ね、そうですね<ー>はいなるほどただその,、うん、あの向こうがその2万円という減額の金額を私が納得できないということを伝えたときに、うんうんうん あの裁判の方が子、うん、の,の子供を3人こっちがじゃあ引き取りますそれで納,納得できないんだったら子供三を3人引き取るって言ってるんですけどっていうことを言われて、はい、ただ2万円っていうことしか払えないって言ってる人が、うんはい、3人子供を引き取れるわけがないじゃないですか。ただ多分それが、うん 私の,私の弱みなので、うん、多分それを言ってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけどうんうん、うん、でも別にそれそれ,それも飲めませんって言いや言い,いだけの話なんで単純に言ってることでそれでも大丈夫うんうんうんもちろんもちろんでそうすると,、えー、と民事裁判さっきあの弁護士の方がおっしゃってたって言ってたじゃないですか要は家庭裁判所で、はい、あのうまくその調子で合わなかったら したらあの話持ってきてくださいっていう話だったじゃないですか。はい、はいはい。うん。だからえっ、ー、といやあの言ってることむちゃくちゃなんであの全部飲めませんって突っぱねちゃえばいいんで。<ー>今話聞いてると多分要はなんかえっ、ー、とまあ言うたらわうんわ、うん、すいかりやすい言葉で言うとなんか要は時短的な状態なんですよ今。なんかお互いの意見をすり合わせて、はい、なんか落としどころを見つけるみたいな。 状態なんですよ今、はいはい、なのでそれ全部納得いきません全部飲めませんって突っぱねちゃえばいいだけの話なんでそうすると民事裁判っていう形になってえっ、ー、ともうちゃんと結論を出しましょうっていう話になるんで、はい、えっとそれこそ民事それこそえっ、ー、とさっきあのなんか。 えっと1回相談して、えー、と成功報酬、パーセンテージでっていう、ね、方いたじゃないですか、弁護士さんで。はい、でその人にえっ、ー、と逆に聞いちゃった方が、俺は俺に聞くよりもその方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。弁護士さんがですね、はいはい、あの結局、うん、養育費が切れるまでの、うん、30%かなんかなんですね。ほう だからその養育うちの子が下の子がご五、うん、年生なんですけど、五、はい、年生が養育費が切れるまでの三十パーなんで、うんうん、けあのできるだけ頼まない頼まずに、うん、あの家庭裁判所で解決した方が、うん、あの養育費が、うん、例えば六万だったらそれからの三十パーじゃないですか。うんはいくらですかね。えっと六万の三十パーだからえー、っとまあ二万ですよね。 ですねそれでそうするとやっぱり、うん、今うちの上の子が私立と大学に通うんですけど<ー>その金額も全部ちょっと私が何とかしないといけない状態で、はい、その弁護士さんに30パー取られ、はい、6万の中の30%パー取られると結構ちょっと厳しいっていうか6万ってどっから、はい、出てきてる数字なんですか なんか6万ぐらいが、はい、あのベ,ース,ベーストでしょうとか2万っていうのさっき言ってた2万っていうのは1人につき2万のかける3で6万ってことですかのの違います違います旦那の方が2万円っていう<お>3人で2万っていうのを提示されてきて、はい、あの弁護士さんじゃなくてあの家庭裁判所の人が56、うん、万やったらなんとかできると思いますけどねっていう感じの56、うん、万です。 そういういことすそれは相手方の弁護士がっていう話ですかそれともあなたが相談した弁護士の人が<や>まあ56万がいいお年どころじゃないですかっていう話になったんですかその56万っていうのは今の家庭裁判所の方です <laughs> ああ,あ,あじゃあ弁護士じゃなくて、えー、と要は検察というか、えー、と裁判官というかですかねはい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 ああなるほど 方に対してはその、うん、まだ頼める場所じゃなかったので、うんはい、えっとその方が言うには、うん、えっと多分あの自己破産するって言ってるんですね旦那の方は自分たちが自己破産するので、うん、お金がないので二万二千円額をっていう感じだったので、うん、自己破産にななると、うん、その弁護士さんが言うには、うん、あのお金はなかなか望めないでしょうって下りまでは相談したんですけど。うん あとは家庭裁判所の方で終わらせて一回終わらせてみてくださいっていう感じだったんですね。うん逆にうんとその交渉のテーブルに、えー、とその固定した金額じゃない提案をしたらどうですか変な話。ううかね、だから、えー、とパーセンテージその旦那の給料の旦那がかまあまあ自己破産したとて。はい えと働いていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、でまあ自己破産した後にまあ何かしら働くじゃないですかその給与のパーセンテージを振り込んでもらえばいいじゃないですかっていうそういう交渉にしちゃった方がいいんじゃないですかそうすると何かっていうと、はい、要はえっ、ー、とじゃあ最初6万ぐらいの 56万くらいのえっ、ー、とまあまあど,ど,どうなんだろう今仕事してんのかう。仕事してんですか今ご主人は。今仕事してて1か月の収入が、はい、えっと2 0二十万ちょいぐらいだったと思うんですけどそれで今子供が2人いて、はい、その子供が、はい、多分私が離婚して3年弱なんで、ええ、多分えー、っと ちっちゃくても1歳2歳の瀬戸際だと思うんですけど二人の状態で年子だとしてだからその20万ちょいで4人生活してるっていう感じだと思うんですけどで、で向こうの奥さんは働かかないすそれが一応私なんかがその産んだばっかりの時にやっぱ働いてたのであの奥さん 旦旦那那ののの借金いいううかか養育費というのは義務だから、うん、奥さんはそれを分かって結婚したわけだから、はい、奥さんの収入はないんですかっていうことは聞いたら、はい、あのそれを強制ができないということで旦那のその収入のみの養育費ができるかできないかというジャッジになるらしくっていやそれは分かるんですけどそうじゃなくて、はい、えと単純にその旦那の20万のやっ えーと給料で、はい、えーと4人育てなきゃいけないわけではないじゃないですかっていうところがポイントなんですよだから要は、えー、と奥さん働けりゃ働いてじゃあ例えば月10万稼ぎゃ30万あるわけじゃないですかはいだから、えー、と旦那さんの稼ぎだけでその人たちは生活しなきゃい家族4人生活しなきゃいけないわけではないんですよそれを<で>なんか「はい、あの奥さんは働いてないんですか?」ってことを聞いたら「うん あ,あの旦那の今の現給料で、うんうん、その苦しいっていう状態だったら、はい、なかなか取れないですということは言われましたあだから別に取る必要がなくて、えー、と生活ができるかできないかっていう話なんで、はい、ポイントとしてはだからだから、えー、と生活は、えー、と10万もし払ったとてできるっちゃできるですよ でできるるっちゃできるんですねだからそれって何か言い訳でしかないし、はい、そもそもあんた毎月ね自分の子供の養育費3人分の10万円払わなきゃいけないの分かった上で自分でねガキ2人新しくこさえてるわけじゃないですかっていうなんか計画性ないんですか頭悪いんですかですってだけの話なんでだからそんな頭の悪い人たちの言ってることに乗っかる必要ないんで。 そうなんですけど、うん、それをあのどうやってやったら、はい、あの一応その説明その私もそれを言ったんですよ、うん、あの一応10万円という養育費も学費子供が、うん、あがちょうど私立年子で上の2人が 2>、はい、ちょうど私立入学と、はい、今次上の子が大学入学なんですけど、はい、それの年を分かってて、はい、あのこういう状況で養育費を,をねその、うん 払えませんというの状態があるのに関わらず2人子供作るのって無計画すぎませんかっていうことも伝えたんですけどやっぱりどうしてもあの無計画なんておっしゃることは分かりますとおっしゃることは分かるんですけどだけどあの今の現状の生活奥さんが働いてない状態で旦那さんに子供が2人いるっていう状態からの支払い能力があるかないかの養育費って言われてしまって。 じゃあ例えば私がじゃあ養育費ないと3人とも、ま、育てていけないので、うん、あの困りますって言ってもそれは困るだけで終わらせられるんですかって聞いたらそれはそれはしょうがないらしくって、うん、あの私が無理って言っても養育費は取れないものは取れないんですけど向こうがは、うん、奥さん無職で働けません、うん、払えませんって言ったらそれはまかり通ってしまうらしくって。うん でだ,だとすると、さっき減、はい、額は認めませんっつってじゃあ、子供三3人連れてこいって言ったらそ,それこそあなたがおっしゃってた通りそこを押せばいいと思うん、はい 月10万円払えないって言っててで月20万円で生活カツカツだっていう人たちが3人今から大学生2人とね小学5年生一人抱えられるわけないじゃないですかっていうなんすかそのむちゃくちゃな理論っていうところで押すしかないですね。ああ<ー>うん。だら認められないですってあの、うん、じゃあそしたらもうそれで押せば、うん、あれですかねあの子供を うん、持ってかれずに済むというかまあ持ってかれずに済むっていうかまあ持ってきようがないですからねだって実際じ実質20万の今のね給料で家族4人がカツカツだって言ってる人がどうして大学生2人と小学校5年生をもあの自分の家に招き入れられることができると思うのっていう話じゃないですか でそうで大学生の場合えっ、ー、と15歳以上だから <laughs> えと15歳未満の場合ってえっ、ー、と親御さんの判断だけで例えばえっ、ー、とどっちが引き取るどっちが引き取らないっていう話をできるんですよでも15歳以上の場合だから、えー、とお子さん3人中2人が15歳以上じゃないですかその場合って、はい、15歳以上の場合は、えー、とどちらがどちらを自分の親とするか 要は戸籍上というかその行政上というかあのどちらを親にするかっていうのは15歳以上は自分の意思で決められるんでなのでえっとん、ね、上の二人はなんつってるんですかお父さんと一緒に住みたいって言ってるんですかえっとですね、はあ、まあでもそれ言わない私がちょっとあの3年間ちょっと嘘ついてて子供になの、はい、あのあの,あのパパがその あの全然会いに来なかったんですけど、はい、あの出張出張してて会い,に会いたくても会えないという感じでごまかしてたんですね、うん、あ<で>離婚したこと言ってなかったんですかそうなんですよ、はあ、ちょっとごまかしてたというかそのグレーゾーンに、ええ、まあ、ついある程度ゆっくりした時に、はい、あの話そうと思って高校入学がかぶってたので。うんうん でそれで、あのでも気づい,薄々気づいてて帰ってこなかったので、なんだがもともと終わりがけは。もともと気づいてたんですけど、はい、ただあの、お父さんの方は会いたがってるよという感じで、うん、でも遠、遠くで県外で仕事してるから会えないんだよみたいな感じでごまかしてて、まさか子供がいるっていうことなんて思ってもないと思うんですね。うんうん それを全部伝えなくちゃいけなくて、うん、であのー、それがちょっと何て言うのかなできるだけし知らないまま、うん、おらしてあげたかったなというで3年目なんで三年弱なんで、うん、ちょうど子供の向こうの子供の年齢と、うん、うちらがバラバラに暮らした年齢があまりにも近すぎて、はい、それを知ったら多分。 新しい子供ができたからだってすぐ分かっちゃうと思うのがちょっとかわいそうだなっていうのがあったんでできるだけこの揉め事にはい、入れたくないなっていうのがあるんですよねうんと子供がいなかったら今のちょっとよくわかんないんですけど、えっと、今現在進行形で離婚してるって話は伝えてないってことですか、はい、そうでですすね離婚とは言ってないです はあ、でちょうど私が、うん、えっと一緒に住まなくなった三年弱と、はあはい、今の旦那の方にいる子供の二人が、うん、ちょうど同時進行にかぶってるのでてかごめんなさいもし子供に、えっと、お子さんの向こうのお子さんの年齢は知らないんですよね、はい、さっきの話だと知ってんですか知らないですあなた自身が知,知らないです、ま、だ年齢までは知らないですはい。 でしかも、何でしたっけ、一番最初、そもそも離婚したのがあれでしたっけ、向こうの旦那の方の浮気でっていう話なんですかいや、帰ってこなかったというか、その帰ってこない日があったので、それってちゃんと裁判しました。責責任任ののちゃんとと所在を,あのをあのはっきりしして離婚しないと そこをそ,、ね、そこで詰めれたのに、うーん。そうなんですよ。だから、あの、はあ、全く私とは会わないようにしてて、うんね、私が連絡しても連絡をしてくれない状態で、子供の LINE とかやり取りにはできるんです、うん、子供を通さないと話ができない状態で、うん。それ以前のことですよ、ね、こういた。 そうな離婚のくだりの話の話し合いを子供を通さないとできない感じだったんですね、もう<あ>離婚の話も子供を通さないとできなかったもう私とは全く取れないとだとしたら、<は>子供はだって離婚は知ってるわけですよね、何の話すか今だから、はい、あの離婚の話はしずに、ええ、あの子供とは会ってたんですよ。はい 私が離婚の話をしたくても子供を通さないと話せないので離婚の話ができなかったっていう感じです。うんうん、だから、そのの離婚の話をを子供を通してしてるわけです。もんね,でもね。ってことは子供は離婚をしているってことは,離婚,はいや離婚の話ができてなくて、はあ、あの子供を通さないと旦那と話ができない状態なので。はい 全くその離婚にの後の話も離婚どうするっていう話もまともにできてないまま終わってるって感じです。えでも離婚はしたんですよね。離婚はしました。旦那のお母さんが離婚届を受け取って、私がそこに書いて旦那のお母さんが、うん、あの旦那に渡したみたいな感じです。うん。でじゃあでも養育費とかどうやって決めたんですか。えっと。 あの、それもその旦那のお母さんの方とかにやり取りしたり、うん、ショートメールで一方的に送ったりする感じですかね、うん、もう話を会って話とか全然できてないままですうーんなるほど、はあ、それまあでもあの家庭裁判所の、うん、今回初めて子供が2人いるっていうことを聞かされた感じですかねああでそれでその時も本人とは会ってないってことですね会ってないですうんなるほどふん,ふん,ふん うんでえっ、ー、と<の>立ち位置としては,はえっとあなたは誰と喋ってるんですか家庭裁判所の家庭裁判所のあの家庭裁判所の方と喋って、喋りましたうんとポジションとしてはああ把握してないですかあまりえっとちょっとわかんないですか分かんないですよ二人いらっしゃって、うんはい、あのその方 がその、うん、その方は旦那の方と喋った方で、うんはい、その方が私とまた個別に喋ったみたみいなちなみに家庭裁判所のその自分が喋ったっていう人っていうのはえー、と、はい、その裁判所にまあ火災に出向くわけじゃないですかそこでしか喋れないですかそれとも えとそれ以外でもこういうふうにちょっと考え方変えましたっていうところの連絡は取れるんですかそれともそのなんか呼ばれた時にしかその話題はできないですかいやできないとも聞いてないですしできるかもしれないです。ただそ<で>そのはは、うん、はいはいはい何ですかれを、うん していいのかどうかもまだ初めてで全然わからなくてですねどうやって動いていいのかがわからなくて、うん、ちょっと何もしうんと単純に突っぱねちゃっていいと思うんですけどねちょっと待ってくださいねえっ、ー、とえっ、ー、と <coughs> 離婚、えー、あ違う養,養育費 えー、家庭裁判家庭裁判、えー、と拒否向こうの方が言うには「はい、あの今生活どうですか?」って言われて2「2万円という養育費でできますか?」って言われて「うん、いやもう私は2万という金額じゃ認めません」って言ったら、はいあの「生活じゃ苦しいんですか?」って言われたので「はい、生活は養育費切られると厳しいです」ってことを伝えたときに、うん、なんか。 休憩みたいなのをせられて旦那の方に多分電話をしたんでしだと思うんですよ、はい、あの向こうの方が。はいはい、でまた戻ってこられた時に「はい、じゃあ今が厳しいなら旦那さんは子供をきじゃあ引き取ります」と言ってますけどって言われたんですよ。<laughs> だから向こうの方が言うには生活今の状態厳しくて、うん、養育費が2万円足りないなら向こうに子供を渡してはということなんですね。うんはい、えでもそれって だからそれも拒否できるわけじゃないですか要はだって二万円ということを拒否するならばっていう程度なわけじゃないですかだからどっちも拒否すればいいじゃないですか、はい、しても大丈夫なんですかねうん大丈夫ですよ単純にだからさっき言ったみたいにあの一回相談したえっ、ー、とまあだからそそうそう,そう普通に調べるまでもないですよね俺も今ふと思ったけど調べるまでもなくて要は二万円っていう提案を拒否するのであれば っていことは2万円の方は拒否できるってことはそっちのえっ、ー、と2万円を拒否するのであればうちが引き取りますよいやそれ両方拒否しますっていうことでできるわけじゃないですか。うん常識的になんか普通に考えて単純に考えた時にだから両方拒否しちゃえばい,いですでそうすればさっき言ったみたいに、えー、とそこで、えー、と結論が出ませんでしたってことになって えとお互いが弁護士立てて民事裁判っていう話になると思うんですよ多分流れとして。はい、でそうすれば、はい、えとさっきおっしゃってた、えーとまあ、うんと弁護士に、まあ、30%払うっていうことにはなると思うんですけどで、まあ、あ<ー>もう一個っ確認した方がいいのはさその相談したっていう弁護士って、えー、と無料相談ってでし,ました それホーテラスですか、えっと、それとも弁護士事務所に無料電話相談の時間を使って無料相談しました法テラスって何ですかねすいませんああ分かんなければ大丈夫ですえっと、はい、あの離婚離婚養育費で調べて、うん、あの出てきてちょっと今車の中にいるんでちょっと名前が分かんないんですけどああ全然一い緒費 私の手だからお金がなくても裁判を起こせますっていう訴え文句の弁護スさんに連絡して電話でちょっと対応してもらってみたいなその対応してもらって手紙があの私のその、えっと、記入の 用紙を送られてきて、うん、さあ、頼みますよって時に、ちょうど家政裁判所の手紙が届いちゃったって感じだったんで、まだた頼んでもないんですけど、<ー>電話で,で、えー、とその人にもしまたちょっと,、えーとその、例えば相談料がかかっちゃう時あるんですよ、弁護士って。はい 例えば電話相談するのに、はい、1>, えと1時間5000円とか1万円とか1万5000円とかっていう金額がかかっちゃうときがあるんですけど、多分おそらくその雰囲気だと、多分着手金ゼロの成功報酬型ってことですよね。あ多分それだと思いま。そうですよね、うん。で、そうすると、はい、多分おそらく、えーと電話そう、電話に電話して、えー、とちょこっと聞くぐらいだったら、多分タただで乗ってくれると思うんで、えっ、ー、と、 ちなみにこの前あの話した案件なんですけどっていうところで、えー、ともしお願いしたとしたら、えー、とどういう風な勝ち方ができそうですか要はどのぐらい養育費を確保できそうですかっていうところでそれが例えば10万円の中の、えー、と30%だったらある意味70あ 7, 7万円くらい67万円は残るわけじゃないですか。 はい、そうですねでそれがえっと6万円っていうところの30%だと4万円しか残らないわけじゃないですか4万円だとちょっと多分厳しいじゃないですか今の状況話聞くとはいだからそうするとあのー、うんはいあんなんすかですか,なんですかあのその方は、はい、あの取れない自己破産するっていうことまでも聞いてもらえ話したんですけど、うん やっぱないと言われると「取れません」って言われたんで、うんね、多分あの、うん、10は取れないと思う多分取れないだろうなと思って、うん、まあ5取って5ぐらいって思った方がいいのかなって私はその時に思ったんですけど,、うんどね、あと裁判を起こした時に、うん、そのえっとみんなあの裁判所に出向く法廷法廷になる、はい 時に出向く金額は別にいるらしくって、あのそこに出向くと実費がかかるらしいんですよ。はいはい、そうですね。そうするとそれが手出しになるんですね。うん、私のそのお金が、はいうん、あのその火星裁判所から話がつかずに伸びた時に、うん、そこの弁護士さんの料金が私が払えないんじゃないかなと、うんなるほどね、思ってみたいな感じですかね。うんうん じゃあ、落としどころとして単純に家庭裁判で決着をまあつけたいとで、うんでね、できれば。でそうすると、10万円が2万円はマジで馬鹿げてるからっていうところで、でさっきあのご自身でもおっしゃってたように、うん、あのまずそれ,それがね、無理な,無理なのに、10万円支払うのが無理な状態なのに、10万円はもう毎回毎回かかってると。 で今自分でも働いてはいるけれどもそれがもう手元にほぼほぼ毎月残ってないと。ってことは10万円以上かかってるわけでそうすると10万円の養育費が出せない人が3人を家に連れて帰って育てられるわけがないでしょっていう話じゃないですか。それを伝えてでってことはもうそれまずそもそもその話ってむちゃくちゃなんでっていう。だからそそそれはそもそも あの、わけわかんない話なんで、それはもうなかったことで、つって。それはもうど、どう考えても認められませんっていう。どっちもね。2万円っていう話も認められないし、じゃあ、それが無理なんだったら、じゃあ、連れて帰るっていうのも無理だしっていう。だから、じゃあ、えっ、ー、と、逆に、2万円を負けますよと。じゃあ、8万円で月どうすかっていう提案を逆にしてみたらどうすか もう一回すませんあだから落としどころとしてじゃ十10万円が高いっていうんだったら、はい、じゃあ逆にじゃあ2万円払うって言ってるけどじゃあ逆にこっちは2万円負けましょうとでじゃあ毎月、はい、毎月8万でどうすかっていう提案をしてみりゃいいんじゃないですかあ二 2, 2万を減額ってかそ,そうそうそう,そう逆に2万円を減額しますっていう<ー>でじゃあ月8万円くださいっていう、はい、で あのそれでどうすかっていうところで話しして、はい、でそれでまあまあ落としどころとしてはうーんと民事に行ったところで例えばまあ5万56万がい関の山っていうふうにおっしゃってたじゃないですか、はい、取れるのがね民事に行ったとして、はい、で月養育費が56万取れ,取れるかなっていうところでそこから30%引かれて34万,万になっちゃうわけじゃないですか。はい 弁護士民事になったら弁護士頼まなきゃいけないんでそうすると弁護士に一生、はい、その一生涯というかそのね養育費が続くパーり30%を毎月毎月落とさなきゃいけないわけじゃないですかでそれプラスえっ、ー、と実費の持ち出しがあるわけじゃないですか、はい、そうするとえっ、ー、と まあ月に万, 2, 3万っていうう話になっちゃうしでそうすると,、えー、と、それを毎月月、えー、民事の場合、弁護士に養育費の中から30%払うっていうそのまあ変な話、振込の手数料と振込の口、えー、数っていうのがかかるんでコストがかかってるんですよ、それって。はい、そうすると、単純に、えー、と2万円を受け入れるよりもある意味コストがかかってるんで、めんどくさいんですよ、そっちの方が。だとすると、はい まあ、一番最悪なパターン、2万円を受け入れるっていう、方が民事に持っていくよりは、ねね、いいかもしれないっていう。でも、それをじゃあ2万円減額しましょうって言って、ね、えっと、8万円で提示して、ね、一番最初、ふっかけて8万円で提示するじゃないですか。で、いや、8万円は無理よ。 ってなったとして、じゃあ、いや、でもそれはこっちばって2万円無理よっていうところの、じゃあ、落とし所最終的にじゃあ、間取って6万円にしましょうとか、5万円にしましょうっていう。10万円から目減りするかもしれないけど、民事に行くか、向こうの意見を、えっ、ー、と、そのまま鵜呑みにするか、よりはマシな結果が出るんですよ。ああし、わかりますね。はい,はい、はい。 なので、一、ね、回8万とか9万とか、じゃあ減額して8万にしましょうとか、減額して9万にしましょうっていうふっかけてみればいいんじゃないですか。で、それで、えっ、ー、と、目標って大体ショートするもんなんで、そのショートしたときに、えっ、ー、と、本当は、まあ、心の中で、まあ、5、6万っていうところで、まあ、覚悟はしてるんだけど、まあ、8、9万もらえたら嬉しいよねっていうところで提示しといて、 でそれで、じゃあ落としどころとして、じゃあ、間を取って、真ん中の5万にしましょう、6万にしましょうっていうところを目指せばいいんじゃないですかねなんかそれが、もう向こうのなんか、うん、私がその2万じゃ認めませんって言ったときに、はい <laughs> あの、向こうの方が、うん、その五6万じゃないかってやれてもっていうおっしゃって、うん、私は5、6万って言ってないんですけど、うん、あの向こうが勝手にちょっと言っちゃったんですよね、旦那の方にはい、はい、あのその 6万5万以上でっていう感じで、うん、その時にあの5万も無理ですという感じだったんで下げていくってなると、はい、多分結局あだもう5年やってるので譲らなきゃいいですあもうずっとそうですこの金額であはい、はい、あはい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 で変な話長引けば長引くほど 向こうとしてはコストかかるんですよ、はい、あの弁護士弁護士雇ってるんですよ多分だって家庭裁判所向こうはですか多分そうですねそれかよっぽど法,法に明るい人がなんかついてんのかどうなのか知らないですけど多分おそらく弁護士かなんかつけてるんじゃないですかね<ー>でまあ家庭裁判所でそれでねっ勧めや それでコストとしてはそんなにかからなくて済むからそれでいいよねっていうそれでダメだったら、うん、ダメだったら、あのー、じゃあ民事行くかかもしくはどっかでお落としどころで飲み込むかっていう話にしかなってないと思うんで多分これって例えば、うん、ずっとお互いが認めない状態だった時っていうのは、はいはい、民事ですどうなるんですかね、うん、だか民事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 に 民事って民いうのはやっぱり誰かがジャッジをするってことですか、ある程度で。それとも、えっと、民事っていうのはもう確定するっす。確定するっす。どっちがごねても、だからもう、ごね続けられないってことです。変な話。決心するんであー、なるほど。っていうことです。あー、なるほど。やっぱりそうっすよ、多分だから今、コメントにもあるっすけど、やっぱり多分それ、調停員とかそういう人っすよ。 多分そうだと思います、うん、そうだから、はい、お互いの意見を多分その人今あの抽出してる状態の人なんでそうすると多分でそれで、はい、あの確定情報としてあのもうこういう風になりましたっていうことを言われてないんで多分おそらくその人超低位ですでこれが長引くと、うん、そのもう一回確定していただく。 だからこれ,これでえと要は今さ,さっきも一部結構前半の方で言ったと思うんですけど今なんか要は示談の調整をしてるみたいな状態なんですよ今変な話示談の調整をしてるみたいな感じでよく聞くじゃないですか示談が成立しなかったらお互いなんかその意見がねあのー、ちょうどいい落としどころをどっちも認めないっていう状態だったらそれが民事裁判になるじゃないですかっていう。今だからその <laughs> 民事裁,裁判っていうものに対する、前段階を今やってる状態だと思うんですよね。多分。ああ、なるほど。はい。で、それで、まあ、ここの、そうそうです。もう8万とか9万とかっていうのを提示す,すればいいんで、もうそれそこは変な話だからん、だからまあ、まあ大げさな話、いや、これでも足りないから12万にしてくれっていうのもありなんですよ。変な話。ああ、なるほど。それを多分相手は認めないっていうだけの話だって。相手がいい。 首を縦に振らないっていうだけの話であって、じゃあ、これ足りないから20万にしてくれっていうのもありだと思うんですよ。全然。ありなんですよ。はいはい。はい。ただ、相手が飲まないでしょっていう。だったら、お互い意見がね、食い違ったまま、こう平行線だから、だったら裁判で、裁判にかけて、はっきりさせましょうよっていうのが民事裁判なんで、<ー>はい。なるほど。っていうことっす。<ー> ははい、はいだから今その状況なんですよ、今あなたがいる状況っていうのは。はい。はい。なので、別に、はい、えっと、2万円が飲めないんだったら、子供全部引き取るからっていうのも、いや、何言ってんので、突っぱねればいいんですよ。やっぱり。いや、もう今は私が言いたい意見を、うん、いいそう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 。言って、はい。あの、向こうの言い分は、はい。拒否しようと思えば拒否できるってことですよね。はい、そうです。 でただ、拒否し続けると、拒否し続けると、えー、と、結局民事に移行して、さっき言った実費と、あと、パーセンテージっていう、成功報酬のパーセンテージっていうのが発生してくるんでっていう。そうするとコストがかかるんで。正直でも、今のその現状、金額的な現状で言うと、まあ、俺的には、うん、最悪は、 民事に行っちゃう方がお互いに民事に行くとあんまりメリットがないっていうそうなんですよね、うん、でも多分、はい、ここがまだ1回目なんであれなんですけど、うん、子供まで出してきてるんで、はい、全くはお金を上乗せするつもりがない感じだったんですよっていうん、か,か、まあ、変な話そ,ままそれって脅しなわけである意味だとも私も思いました、はい で、脅して相手のことをコントロールできるんだったら、それで、それに越したことないわけじゃないですか。っていうことっす。それに関しては。うん。うん、だから、まあ、俺としては5、6万取れる、この調停の中で、5、6万取れれば一番いいかなって俺は思うんですけど、それがもう、一番ベストっすね、それは。だから変な話、10万減額なしっていうのは、多分無理なんですよ。な、なぜかというと、 えっと、10万がそのまま通るわけは絶対なくて、なんでかっつったら、もう、向こう、コストかけてまで、あの、もう、払えないっていうことをやってきてるわけだから、そこ引くつもりは絶対ないですよ。10万円を払い続けるつもりはもうないんですよ。で、じゃあ、例えば民事に行ったとして、民事に移行したとして、じゃあ、民事で10万円、あの、減額なしで払い続けられるような状態かっつったら、多分そこは無理なんで。 っていうところでどこに落とし所を持ってくるかっていう話ですかね。単純に。なるほど。うん。はい、でも見て理解できました。はい。今の段階は、うん、あの言いたいこととりあえず話して、拒否は拒否と言って、はい。ってことですね。そうです。うん、っていうことですかね。だからまあっさっき言ったように、えっ、ー、と。 そもそも10万円以上かかってるわけで自分も稼いでて月何,何十万か稼いできててでその何十万か稼いできてる中でえっ、ー、とまあ月々10万円もらってる養育費だけではどう考えても無理だとどう考えても無理だから自分の,あの稼いできた金ももちろんベッ突っ込んでるとでそれで手元に毎月あのお金が残ってないっていう状態なのであるわけでそうなった時に まあその人が10万円払えない人が今から大学に入ることもうすでに大学生とで小学5年生のことをあのい養育できるわけがないでしょっていうそこをもう猛プッシュするしかないですねだからそのまずそもそも言ってることが無茶苦茶なんでっていうことで,でそれで自分の意見を無理くり通そうとするっていうだからまあじゃあまあじゃあまあまあそういう状況なんだったら仕方ないですねじゃあ 八万か九万かっていうところにしましょうかっていう。で、できればなるべくお子さんの年齢聞いた方がいいっすよ。向こうの。で、それが、もうどう考えても、自分が結婚してる、結婚生活を送ってる間と被ってるんだったら。いや、てか、こういうことやってるわけじゃないですかっていうところでも。うゴリゴリ押すしかないですね。それは。強気にゴリ押すしかないですね。まあ。子供が。そうですね。うん。あの。 今日あの、ちょっと、うん、あの年齢を、うん、その時の1回目のあの時に、うん、あの子供さんが2人いらっしゃるんでってぽろっと言われて、はいはい、私、2人いるって知らなかったんです、その時も、はい。子供が新しい家庭があるのでって最初、うん、最後ショートメールもらって、うん、1>, 1人だろうなと思ってたら 2>,、うん、2人って言ってたので。うん もう最後の方に言われた年齢聞くの忘れてしまっててうん、うん、やっぱ年齢は確認した方がいいんですよねまあ多分教えてくれないかもしれないですけどう,ん、あそうなんですかね、うん、まあそうっすね、うん、教えてくれはしないかもしれないですけど一応まあ聞くだけ聞いてみた方がいいんじゃないですかね聞いてみて,みてうんでまあ、うん、とりあえず次の時はまあ八万とか89万とかに減額しましょうかっていうところで。 うん、でまあ,あの子供を渡す、渡さないっていう話に関しては、あのさっき言った理由で、あの無理ですよねって、そもそもっていう、だから渡すつもりなんか、相はありませんっていうところですか、ね、あじゃあ、もうあの例えば私がその子供が3人を養えないから教育費って言ってる中で、はいうん、あのじゃあ、こっちが引き取りますって言っても、それはまかり通らないということは伝えて大丈夫とうことですよね。 そゴゴリゴリ押せばいいんいですかかし,でしかもそれ,それが今から自己破産するっていう人がなあの大学生2人と小学生1人を抱えるって何を,何を寝ぼけたことに抜かしてるんですかそいつはってことをゴリ押せばいいんじゃないですか<あ>っていうか俺だったらそういう方向にしますけどねそれ例えば万、うん、8万という、うん、あの養育費に決まるとするじゃないですか。はははいはい、はい。その時に、はい <laughs> 向こうが、はい、あの8万円という養育費を払えないからな払いませんって言ったじゃないですかでも決まっちゃいましたってなった時っていうのは、はい、あれってどういうふうにあるんですかよく借金みたいになるってことですかそれともあの払わなかったら誰か払いましょうよってなるんですかねあれってああいやだから変な話。 うんとだからそれも例えばえっ、ー、と逃げられないようにあのー、例えばその朝廷の中で条件つけ足すとかっていう方法もあるっすけどね単純にえっとか付けれるんですかねあ条件とかも全然できるっすよだから例えばじゃあじゃあ変な話じゃあえっ、ー、とじゃあ2万じゃなくて4万にしましょうかとこっちから逆に。はい でじゃあ4万にするでしかもそれがあの自己破産してるっていう要は変な信用度がないんで社会的信用度がないんでだからそうするとえっ、ー、とそれがあの滞る可能性があるとだからえっ、ー、と給与の天引きっていう形で、えー、とその会社の方からあの振込先を自分のところの口座にしてもらうとかっていう条件を足すとかだから 旦那経由で来るんじゃなくて、そのもう、あなたが働いて、旦那さんは自営とかではなくて、会社員ってことですかどこまでが本当かわからないんですけど、はい、法人を立ち上げてて、はい、それが。はい 今あの私もちょっと詳しくないんですけど、はい、法人だったのを会社を潰すらしく、うん、その手続きをしてるっていう段階まで聞いたんですけど、うん、その法人を潰したらどういう手続きがいるか分かんないので私はい、はい、今どういう段階まで行ってるのかちょっとそこまでは聞きました潰すという状況で、えっと、潰すしししとして、えっと、また働かなきゃいけないわけじゃないですか。そそののの会社潰ししたとしてその後の えとその人は働き口としては、えー、と別の会社を立ち上げるのか、または、えー、とどこかで働くのかっていう、はいえー、と今は、えーとそのあの、畳む準備をしつつ、はい、知り合いのところで雇われてたのが、その23万とかの,その給料らしいですああじゃあ、知り合いのところだったら、余計なおさらやりやすいじゃないですか、でも逆に言うと、知り合いのところだとそこちょ、ちょろまかされる可能性あるんですけどね。 だからそれこそだからえと変な話えと例えば月々の収入のパーセンテージで契約するとかでもありですけどねさっきもちょっとちらっと言いましたけどその要はえと今後えとじゃあ例えばえとその人がまた自営業を始めたとして個人事業主を始めたとして儲かったとするじゃないですかそのパーセンテージでもらっていればパーセンテージ契約していればまあ最初のうちはじゃ,あねさあのじゃあその給料のうちは30%くださいよっていう。 でそれが23万円のうちの30%だとまあ7万円とかになるんですけど、7万円とか7.5万とかそういう話になるんですけど、それが、じゃあ例えば30万円になったとき10万円になるじゃないですか30、30%だと。そういう交渉するのもありかなって思うんですけどねパーセンテージ交渉っていう感じのもそうそう。てくるんですか。 だから今30%っていうのが、まあでかい。まあおそらく今23万円の中で30%ト7万とかっていう話になるんですけど、まあそこをご利用してみて、それがダメだったら、じゃあそのパーセンテージを下げてあげるっていう。じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ今30%、20%にしましょうかっていう。そうすると20%だったら、えっ、ー、と4万、4.5万とかそういう話になると思うんですけど、それがじゃあ今23万円の中の、えっ、ー、と、あ 6, ?6 万か。えっ、ー、と、6万か。 えー、と20%だと6万626じゃあじゃあじゃあじ違う違うあう違う違う違う,違う,違うまあわかんないわちょっと今頭が回ってないですけどまあパーセンテージのを下げてあげるっていうことにすれば変な話その人が、えー、と給料上がりましたってなってじゃあ今23万円が、えー、と30万円になったらえっ、ー、とっていう話になるじゃないですかなんかそうそうそう,そう自分のところの握りも。 養育費もアップするっていう話。だから固定にするししせずにパーセンテージにしちゃうっていう点もあるんですけどね、はい。あ、それちょっと今度一月にあるんでちょっとそれもい、うん、踏まえて行ってみます。そうですね。例えばその<だ>その後に例えば給料が上がっ、想定が終わっもうこの事件、はい、件が終わって、うん、あのもう。 あとはもう養育費をもらうようになった後って給料が上がった情報っていうのはもう入ることないじゃないですかそれっていうのはどこで確認できるんでもししそういういうにしたえだから,とらえと例えばなんかまあでもそれが知り合いとかっていう話になる、うん、知り合いのところで働いてるってなるとその知り合いと通貨だからそこをうまくなんか、ね、帳簿いじったりっていうことをしてなんかやられそうな気がしないでもないですけど。 今度の今の23万の給料も、うんはい、も絶対じゃないんですよ、ね、でだから、変な話、確定申告書類を提出するみたいなことにして、それの、えー、とそれのじゃあ、えー、と何パーセントっていう、それを月,月換算、月にならしたら、えー、とじゃあ、えー、600万稼いだとしたら、月50万じゃないですか。 でも、じゃあ、100万の月もあれば、20万の月もあってっていう、そういうバラバラがあったとして、まあ、確定申告書類を提出してもらって、その確定申告書類に基づいて、翌年からね、だから、初年度だけは、じゃあ、4万円にしましょうかっていうところにして、初年度だけ、まあ、まず、要は確定申告が出てないんで、まだ。で、初年度だけ、じゃあ、4万固定で、次年度から、 えっと、次の年度から、えっ、ー、と、なんだ年度じゃねえ。次の年から、えっ、ー、と、その、確定申告の年収のところの、それを鳴らした時に、鳴らした時の月々の給料としての、まあ、月々の、えっ、ー、と、自分の、えっ、ー、と,、えーとみうん、手取りの何パーセントっていう計算のであれば、それもう逃げようがないんで、確定申告書類だったら。 むずいですか。ああ、あれで、はい、じゃあ確定、うん、申告書類のこと、今日あの、うん、次の年が決まったら、その次の年の確定申告書類ってことですね。そそうそうそ,うそ,うそ,うそうえっと今年じゃなくて、はい、次の今日あ一月に。うん 金額が確定したとしたら、翌年の確定申告書類の30%なら30%、そうですね、そういうことです、そういうことです。だから初年度は、じゃあ初年度だけじゃ変な話、じゃあ初年度だけじゃ2万で飲みましょうっていうふうにしちゃって、交渉の仕方としてですよ、初年度だけじゃ分かりました、じゃあいいですよ、じゃあ、特に今ね、自己破産するんであれば、あの、 なんだえっ、ー、と、大変でしょうから、じゃあ初年度だけ2万円飲みましょうと。で、その代わり次、はい、次の年度、次の年、年度じゃない、ごめんなさい。次の年から、次の確定申告の書類、次の確定申告が出て、えっ、ー、と、その年収がこう出るわけじゃないですか。その前年度の。はい、その年収を月に鳴らして全部十、十二分割して、その十二分割した時の、各月の、 パーーセンテージっていうふうな契約にしちゃえばいいんじゃないですか、あのー、その定数を、うん、あの今度の、うん、出してもらうという条件をつけることですよね。そうです、そうです。だからそ、確定し、要は、えーと、知り合いのところで働いてるっておっ,しゃおっしゃってたから、もう知り合い、よく聞くのは、その知り合いだからっつって、その、払い込支払いの金額が、本当は、じゃあ30万なのに、えっ、ー、と、23万にしたいから、 だから、えっと、残りの7万円は別の口座に振り込むとか、現金手渡しとかっていう、そういう、なんかそういうことをやるのをよく聞くんで、っていう話を出して、で、だから、えっと、初年度だけ、じゃあまあ、2万円飲み込みましょうと。で、次の、あ初、初、初年から、初年はそれ飲み、2万円飲み込みましょう。でも、次の年から確定申告が出るんで、確定申告はいじれないはずなんで、だから確定申告を元に、 月のパーセンテージっていう話にしちゃえば、うん。そうすればもしかすると、2万よりはだいぶ多いかもしれない。うん。まあ、ただそれも逃げ道あるっすけどね。それも逃げ道あるっす。あの、何かっていうと、旦那の方が、元旦那の方が主婦っていう形にして、えっと、奥さんが金をガンガン稼いでくるっていう風にすれば、パーセンテージは下げられるっす。 不要の110万円以内に抑えるぐらいの働き方をすれば、養育費ほぼが払わなくていいっていう。<も>うん、そうです。でも、キリがないですよね。そうです。そ,そ,うですそうです。そうですよね。うん。っていう。わかりました。だから、まあ、アーカイブ残すんで、どこが一番良いかなっていうところをなんとなく探っていただいて。はい。うん。まあ、でも、はい、そうですね。俺は、でも一番最初に、 パーンって出すのは、じゃあ、2万って言うんだったら逆に2万減らしましょうかっていう、<laughs> 8万か9万で、つって、うん。そこそこを飲めないって言うんだったら、じゃあ、パーセンテージでっていう話にして、っていう、はい、どこに落としどころにするかっていう、うん。そう。うんっていう感じかな。かちょっと、1月に二回目があるんで、ちょっと、

だからどこまでそれが通せるもんなのかなっていうのがちょっと微妙なんでまた分かんなくなったらあの一度1月それを言ってみてそうっすね,そうっすねはい分かりましたはい、はい、なのでありがとうございました、はい、すすいませんリスナーの皆さんもありがとうございました大丈夫です助かりましたはいまたお願いしますは,ーいはいはいすいません失礼しますはーい失礼し,しますまあということですかねそう 自分ところにさ、なんか、子供を引き取るとかっつってさ、大学生でしょね。大学生の子二人でしょその子らの学校のさ、学費さ、もう今こういう状況だから払えないからっつってさ、働かしてさ、んで、家に金入れさせてさ、で、てめえ楽しようとしてるっていう、確かにそれあるね、ワンちゃんそこまでクズだとね。いや、ワンちゃんでも、いや、いや、だってさ、いや、普通にさ、普通に考えてみだって、 だってさ、自分のさ、子供さ、三人おってさ、で、それで浮気でさ、あのー、離婚してさ、うん、ねうん。それ言われた子供働けるでしょと旦那が言ってたみたいです。やばいねそう、やばいねうん、やっぱそうだよ。うん。だからもう本当にその元旦那ガチクズだって。そう。 だから、もう本当に、多分、ね、2万で無理だったら自分が引き取るっつったのは、養育するつもりがそもそもなくて、そう、養育するつもりなくて、今こういう状況で、ね、か、今家の中こういう状況だから、だから、あの、お前たちの大学の金払えないっつって、大学辞めさせて、で、働かせて、働けっつって働かせて、で、家に金入れろっつって、で、てめえ楽するつもりだよ。マジで。 ワンチャンそのレベルのクズやで。だって普通にさ、いや普通に真っ当だったらさ、月10万養育費払っとってさ、それがもう払わなきゃいけない状態でさ、月10万養育費払っとってよ。それでそれ以外にさ、ね、自分でさ、二人またこさえますお金ないのに。普通しないでしょ、その判断。うん。そう。 だから自分の娘をもう働く、娘なのか息子なのか知らねえけど、自分の子供をもう、あの、働かせて、自分楽しようっていう、そういう魂胆よ、マジで。うん。マジで、そういうことでしょ、多分。うん。クソ旦那だよ。クソ旦那。うん。マジで。うん。だから、からそれこそさ、だってさ、離婚の話の時にさ、結局さ、 ね。連絡一切つかないっていうさ。だからもう自分の嫌なことからそうやって逃げるタイプのクソ野郎なんだよ。やりたくねえこととか嫌なこととか逃げるタイプなんだよ。うん。じゃなかったら離婚っていう話になってるときにさ、その話逃げないでしょ、普通に。そう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 、そうそうそう、まさにまさに。よくわかってるね、お前は。 本当に。そう。で、そう。子供に言う、言うのは、そう。お前のことを、あの、お金のない家から引き取ってやったのは誰だと思ってんだっ、つって。その恩を忘れたのか、つって。もっと働けっ、つってか。もっと家に金入れろっ、つってさ。で、お前、あの、なんだあの、風俗やれとか最終的に言ってくるんだよ。多分。本当に旦那自身が子供が好きでの取り合いが旦那としたかったです。うん。まあ、そうだろうね。 だ金としか思ってねえよ、てめえの娘のこと。娘なのか息子なのか知らんけど。勝手に息子、娘って脳内変化してたけど。うん。マジでクソでしょ。うん。で、なんか、で、なんかさ、そんな、そんなやつのくせにさ、父親面だけは従うんだよね。そういうやつって。親みてえな面従うんだよね。バカじゃねえのか、てめえ。うん。クソ気に食わねえ、えマジで。 目の前にいたらマジぶん殴ってるよ普通にまあそうね子供とはちゃんと話した方がいいよマジでうんそうそれなんか隠してるのもなんかなんか違くないってそ,そこは一点だけちょっと違くないって俺は思ったけど、うん、元旦那と連絡取ってるんだったらねなおさらなんか変なこと余計なこと吹き込まれるよマジでで全部ぶっ壊されるよそのカスにうんそううんそうそういるやん なんか俺の配信とかでもいるやんかなんかないことないこと平気で言ってくるやつなんか俺のないことないことを平気でさ多惑で言うやつうんそういうやつって5万といるんだよ世の中だそれこそ自分の自分が自分のポジションというか自分の立場を上げるために平気で人のことを悪者に無実の人を悪者にできる人って世の中5万といるんだよねだから、まあ そうね俺はちゃんと娘たちにちゃんと向き合って話した方がいいと思うけどね全部ね上の子2人にはいやってか全員に話した方がいいよちゃんとうん小5、まあ、ってもうその判断できる年だからねで多分もう全員分かってるしそう全員分かってるのにだから逆に言うとだからあなたのお子さんはいい子たちだなっていうのは間違いないっすそれはなんでかっつったら 分かってないわけないですから。小5の子も含めて。っていうか、あの、3歳ぐらいでもう大体わかりますよ、多分。うん。もしあなたの家に3歳の子がいたとしても、多分もう分かってるっすよ。3歳の子でも。ああ、お父さんとお母さんはもう一緒には住まないんだなっていうの。そう。あの、これ、こういう話の時俺いつも言うけど、あの、子供のことマジで舐めない方がいいっすよ。本当に。 あのー、察する力大人より強いっすよ。なんでかっつったら、まあ特に小さい子なんかそうだけど、あの、まだ世界が狭いんだから。家庭と学校ぐらいの世界しか知らないんだよ。家と学校ぐらいの世界しか知らない。自分の居場所って学校と家にしかないんだよ。でも普通に大人だったらさ、 大人だったらいくらでも別に自分の意志でバーッと適当に動いてさ、どこでもさ、場所、自分の場所を見つけて探してさ、自分の場所を得ることはできるんだけど、うん。そう。逆になんかその、隠されてるなっていうとこを隠そうとしてるんだな、一生懸命っていうところを、汲み取ってくれて、知らない手、知らないふりをしてくれてるだけの話なんですよ。うん。 そううっていうね、うん、だからちゃんとちゃんと俺は向き合ってごめんなさいってした方がいいと思うんですよ。今まで黙っててごめんなさいっていうのとねもうこういう結果になってしまって、まあ、こういう結果っていうのは要は離婚っていう形ねがごめんねって言った方がいいですよ。それは謝るべきとこですからね絶対に。 離婚っていうのは絶対に謝るべきことっすよ自分の子供にだってそれはお父さんお母さんが仲良く一緒に揃ってた方がいいに決まってんじゃん子供からしたらそれをできなくできなくしたのは大人の都合なんだからマジであの子供のことをなんか子供だと思いすぎてるのは親だけだよちゃんと子供を子供として認識するんじゃなくて 子子供を一人の子としして認識した方がいいっすよ、うん、俺はそう思ってるっす。まあ、人それぞれいろいろ教育方針等々あるでしょうから、まあ、これ以上別にもう人の家庭にの教育方針に首突っ込まないっすけど、俺だったらそうっすね。うん。そう。あの、大人対子供だと、俺が喋り続けるだけなんだよ。で、子供であるはずのガンモちゃんは、うんうんっていう聞くしかない。 でも、大人と大人の会話ってそうじゃないじゃん。大人と大人の会話ってどっちかが一方的に喋るんじゃなくて、お互いに意見を言い合ってさ、それをなんか、落とし所というかさ、を見つけたりさ、逆に、ああ、落とし所なんか別に見つける必要もなくて、あの、ああ、なんかこう、そういうことなのねっていう、なんかお互い、まあでも俺はこうだけどね。うん、僕はこうだけどね。でもまあ、それはそれでいいと思うよっていう、うん、まあそういうことっす。<laughs> はい。なので、 あの子供に対して子供対大人で話すのってあのただの演説大会になっちゃうんでなのであの自分の子供であろうが、ね、あの他人の子供であろうが大人であろうが何だろうがやっぱりリスペクトがあるかないかってそういうとこじゃないですかねっていう、はい、ところで僕は思います以上でございました。